隊長聞いてくださいよ、はい、なんかあの生きるのがめんどくさいっていう人がいるんですけど、うんうん、どう思います？どうすればこの生きるのがめんどくさい黙れどうすればこの生きるのがめんどくさいっていう、はい、うん、このせっかくこの神様仏様がね、うんうん、また親が愛し合い、うん、望み、うん、生まれてきたこの体ですよ、うん、なぜめんどくさいと思うかと、うん、これをもったいないじゃないですか。僕はもったいないと思うんですね。まあでしょうねバカにしたかいやいや、まあ、大抵の人はそうなんです。あ、なのでこれをなんて言うんでしょう、せっかくなら、はい、楽しみましょうって思うじゃないですか、はいはい、なのでちょっとこのどうすればめんどくさくない、うん、めんどくさい、生きるのがめんどくさいっていう思いを解決できると思います、うん、それは、はい、めんどくさい人の気持ちを知る必要がありますよね。なるほど。めんどくさいって思わないわけじゃないですか。でも例えば、うん、僕の場合、うん、あまり仕事がうまくいってません、はいはい、でじゃあ何か新しいことやろう、うん、始めました、うん、っていうところで始めたところでうまくいきません、うん、でもなんかその生活はある、うん、何のために生きてるみたいな、うん、でもめんどくさいではないですよね。僕はやらなきゃの方が強いですね。やらなきゃがあるじゃないですか、はい、はい、うん、僕は札束で仰ぐ側だと思ってるので、はいはい、今全く仰げてないんですけどまあそういうのがあるわけじゃないですか。でめんどくさい人はない。でそのめんどくさい人の気持ちを知る必要があるんじゃないかなとは思うんですけど、一人一人違うんですかね。めんどくさい、生きるのがめんどくさいっていう人の気持ち、うん、まあ共通点はあるかもしれないですけど、はい、まあ、そう思わない僕にはわからない悩みじゃないですか。僕はだからまず知りたいです。そうするといいですよなんてことは言えないので、何がめんどくさいのか、はい、なんかそういったその心境を知りたいみたいなところですよね。なるほど、うん、じゃあ例えば今他のサイトを探してみると、はい、その生きるのがめんどくさいと感じる原因は何、うん、っていう、うん、まあ、ブログみたいなものがあってですね、はいはい、それを見ると、うん、おそらく、まあ、私が冒頭で申し上げたその、はい、先ほど申し上げた、うん、何かがうまくいってない、はい、っていうところで、うん、まあ、人生がめんどくさいと感じる原因、うん、7、1、2、3ですね、うん、7つあって、はい、1つ仕事がつまらないから、うん、2つ生活リズムが崩れているから、うん、3つ、家に引きこもっているから、うん、4つ夢や目標がないから、うん、5つ失恋したから、うん、6つ極度のネガティブ思考だから、うん、7つ疲れているからっていうのがあるんですね、うんうんうん、でもまあこれ今全部出た感じですね。そこにつながるのが多分そうなんじゃないですか。失恋したからみたいなのは一時的には分からなくてないです。これはね分かる分かりみですよ、はいはい、うん、でもこれはねもうね、うん、その人のことを思いつつ、うん、次を探すしかないんです。探すしかないです、はい、うん、別にあの残って残って次のステップに行けないなら、うん、僕はあの3回まで告白してもいいと思ってて、はい、それを2回実践したことのある人間ですので、うんうん、もうどんどん気持ちを伝えましょうですよ。ストーカーにならないように。でも3アップを取ってから3回、はい、3回失敗したらどうするんですか。その時はね僕の場合は3回行った時には、うんうん、あもうダメなんだねっていうので諦めがつく、もう全然きれいさっぱり諦めがつく感じです、うん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 、あの携帯からその番号を消しても何にも痛まない、うんうん、やっぱりぐらいの感じ。そうですね、3回目やっぱりダメだったねってうんうん、うん、どうお願いしてもダメだったねっていうので、うんうんうん、あのさっぱりできるので、うん、ただストーカーはダメですよ、うん、ストーカーは注意してくださいね、はい、ま、うん、あとはまあ早く寝る。早く寝る、運動じゃないですか。そうですね、うん、あとはまあその悩みってなるじゃないですか、はいはい、僕もそうなんですけど、うんうん、悩みってなるんですよ悩みってなる、はい、うん、よくあの道は開けるのカーネギーですね。あ、はいはいはい、デール・カーネギーもおっしゃってますが、うん、紙に書くと、はい、うん、デール・カーネギーの場合は、うん、もうダメだっていう時に70個あったんですって、うん、紙に書き始めたところ、うんうん、でその70個を、分類していく、うん、今すぐ解決できない問題とか、うん、これは今すぐできるとか、うん、あこれは一生かかっても無理じゃないっていう悩みとか、うんうん、死にたくないとかね、うんうん、っていうのを分けていくと、でその中で今やることは何っていうことだけを並べていくと、その悩みの70個の中で、うん、
今解決しなければならないことっていうのが3つぐらいしかなかったと、うん、ってなったところで、うん、なんだ明日でいいじゃんって、うん、まあ大したことないわ、こんなにいっぱい悩みを抱えてると思ったけど、まあ、これぐらいだわ、まず明日やることっていうのが見えた、うんうんうん、っていうところでよし奥さんとご飯に行こうみたいな、うん、で美味しいもの食べて、うん、まあ、早く寝るですよね、うん、お風呂入って、うん、バスクリーン気持ちいいですよね、はいはい、あとはあのここは出ていただいてお話をしてですね、一緒にあの解決できるといいですねなんていうチャンネルですので、うん、なんかあの声を聞かせていただければと思いますよね。そうですよね、うん、はい、楽しいことが特にないからはないんですねと、ああ生きるのがめんどくさい、うん、楽しいのがないっていうのは辛くもない、そうですよね、やることはあるって話ですもんね、淡々とでやることは分かってるって話ですもんねただ楽しいことはないかもしれない、うんうん、はい、やるべきことはいっぱいあるんです、はい、それ辛いになるかもしれない、でも最近なんか本当思うのは、はい、あの美味しいご飯を食べてね、はい、寝る気持ちいいですよね、寝るのって、はいはい、うん、気持ちいいですよ、で生きるのがめんどくさい方、はい、ぜひ、はい、このチャンネルもご利用ください、うん、はい、あの類型論いろいろやってます、うん、自分が分かるとちょっと楽になりますよ、うん、まあ、悩みが分かるかもしれないですね、そうですね、うん、はい、